はい、皆さんこんにちは、 T です。さあ本日はイタリアのバイクベスパの納車動画でございます。ただの納車動画ではなくてですね、免許を持ってないのにバイクを買って人生で初めてバイクに乗るという裏側を生々しくお届けしてまいります。さあ早速東京都文京区春日駅へバイクを買いにやってまいりました。イタリアのバイクの品揃えならここだろうということで SCS さんでございます。入り口には早速クラシカルなベスパが3台お出迎えをしてくれました。いやーテンション上がりますね。2階のベスパフロアへと参ります。いやーベスパに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 ベスパです。天国ですかここは。これ迷いますよ。ということで今回ベスパをすでに5台持っているというスペシャリスト佐藤さんにベスパの歴史や性能、そして選び方などを聞いてまいりました。いやー迷うことが楽しすぎましたが、最後は1台に決めることができました。ということで人生初のバイクベスパちゃんを購入完了です。ただ今回 300cc で中型免許が必要なんですが、免許を持っていません。納車1ヶ月半ございますので、その間に免許を取りに行きたいと思います。間に合うかな。いやーなんとか間に合いました。ほんとよかったわ。着きました。さあ今回人生初めて買ったバイクがこちら、ベスパセイジョルニエディション2。かっこいいわね。さあ、いよいよ人生初のバイクで初乗車でございます。エンジンをかけて、いい音、安全確認をし、そして初の行動へと参ります。そしてアクセルを開いて発進。いいですね。いやー長かったですけどね、ここでかなりの達成感を感じております。いやあ、私ただいま相当エツに入っております。エツです。いやーただですね、なんといっても人生初乗車でございますから油断は禁物です。ここから安全運転で自宅へと帰ってまいります。ただいま319号外苑東通りを走行しております。いやーだいぶ緊張しておりましてですね、道を間違えまくり、かなり遠回りで帰っております。右手に見えますのが慶応義塾大学の信濃町キャンパスですね。いやーずいぶん前から車で何度もこの道は通っておりますが、バイクは全然違いますね、感覚が。この風を切る感じと右手のアクセルをひねって開けた時にこの進む体感速度、これはね車じゃ味わえない興奮を今体で浴びてるところです。さあそして見てください、このぎこちない車線変更。いやーハイエースの方申し訳ございません。さあ左手に見えますのが明治記念館ですね。いやーここら辺はですね、新宿御苑があったり青山霊園があったり皇居が近かったりと、なんかこう磁場のエネルギーが高い感みたいなものを感じますね。なんて言うんですか、神社に行ったらおなんかパワースポットに来たんじゃねみたいな感じありますでしょ。なんかねあの感覚を受けるんですよね。まあ、別に私スピリチュアル系の人でもないんですけども、非常に気持ちいいですね。はい、
そんなこんなしてましたらですね、前方に見えますのが青山一丁目の交差点でございます。いやー、またこの夜の道もいいですよね。そして私がまさかこんなバイクでここを通り過ぎるとは思いもしませんでした。楽しいです。ただいま都道418号線に入りました。こちらは広尾の交差点でございます。いやー、美味しいハンバーガー屋さんがあるんですけどね、立ち寄りたかったんですが、もう緊張しすぎてですね、それどころじゃねえと、なんとか安全運転で家に帰るだよということで、どんどん南下しております。第二京浜道路へと入りました。今から神奈川県へといよいよ突入してまいります。いやー、交通量も少なくなってだいぶ余裕が出てまいりましたね。いやー、でもね、ほんとこの今回ベスパのセイジョルニーを買ってよかったですね。非常にこうロングツーリング向きだということでも買ったんですけれども、やはりこの買う決定打になったとある話がございましてですね、1951年にヨーロッパで開催されたこのバイクの耐久レースがございましてですね、ピアッチオ社はこのベスパで乗り込んでいくんですけれども、ライバルたちはあの BMW とか皆さんが知ってるような競合さんたちです。そんな中、まあ、スクーターを作ってる会社が何をやってるんだということでバカにされてたんですけれども、なんとその大会で9個の金メダルを獲得して、あっ圧倒的にぶっちぎっていったという伝説を持っているんですね。でそのセイジョルニというのはその時の、車体のコンセプトを元にして作られた、まさにジャイアントキリング、小さきものが大きいものを倒していくと、まあ、そういうコンセプトを持ったバイクなんですね。いや、もうその話にね、心をつかまれて惚れちまいましたよ。ということで、このバイクでどんどん旅をしてまいりたいと思います。到着しました。いや、すいません、後半がですね、 GoPro の録画ボタンを押したつもりだったんですが録画できてませんでしたね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。今後はですね、このベスパセイジョルニちゃんと共に日本全国を旅で駆け回ってまいりたいと思いますので、ぜひぜひ高評価チャンネル登録をしてですね、次回の動画も楽しみにお待ちください。どうもありがとうございました。本日もさよなら、さよなら、さよなら。